江戸くん、どうしたんだ、愛しとくん。ごまんかすからボートしてきてよ。いや、あまりに唐突すぎる展開。そもそも俺別に今月お金に困ってないんだけど。いや、どうせ君のことだからまたお金貸してって数日後泣きついてくるだろ。あと何より前回君にお金を貸して君が20万近く買ったのがちょっと悔しくてね。君が5万円の軍資金を人から借りてボートするなんて。悔しいも何も君が僕との乗り打ちを断ったからじゃないか。はいはい、とりあえず5万貸すから、これで前回みたいに増やしてきてよ。負けたら全部返してね。勝ったら半分もらうから。じゃあ、ん、これもしかして新手の詐欺じゃね。はい、ということで始まりました。何回目だこの相方から金を借りてボートレースをするっていう、ね、なんとも道徳からね、外れたような企画でございます。皆様、お父様、お母様から言われたでしょう。人から金を借りるなと。私、人と江戸セポデの間には一切そういった、ね、壁はございません。もう、貸して、借られて、罵り、罵され、みたいな。まあ、そういう関係を続けております。はい、ということでね、まあ、今回、早速僕、まあ、買ったんですけど、尼崎のこの G1、まあ、徳松選手をまずはね、信頼というところで、まあ、2を軸に買ってみました。差し、まくり、まくり差し、まあ、まくり差しはねえな。まあ、いろんなね、パターンを考えて、まあ、とりあえず徳松選手が1着か2着になれば、もう大体当たりでしょうというところで、行ってみましょう。はい。どうだい？悪くはないんじゃないかな。ただ、1、2とかが寒いんだよな。1、2とは寒いんですよね。あ、やばい。全然飽きまへん。全然飽きまへん。いやー、これは綺麗な1、2、3じゃない。いや、1、3にありそうだな。まあでもしょうがねえな、これは。これはしょうがないと言えばいいのかい？いやー。第3レースというところで、まあね、早速、5万円借りても1万円もなくなったわけですから、もうこれじゃまずいというところで、ちょっと一旦ペースダウンしました。6000円ですね。この6000円の金額っていうのを、また今回も2を軸に、今回でもね、一応1、2、3も抑えてるからパッと見猪木なんですが、ただね、これあれですよ、5号艇の鈴木選手と、あとまあ3号艇の中里選手、こちらがね、ちょっと、インに入ってきておりますので、まあ実質4角なんですよね。4コース角が2コースって感じかな。だからまあこれがどこまで攻めてくれるかっていうとこですよね。はい、もうとりあえずまくるなり何かが起こって絡んでくれればもう勝ちっていうね、そういう状況でございます。さあ行ってみよう、松井くん、見せてみてよ。あー、悪くないけど、どうなる？そっからだよ、松井くん。いける！いけ！あー、遠い。てか、鈴木さんすげー。相変わらずすげー。あ、どうだ？チャンスあるか？ある！くーもー、今いけたじゃん。今チャンスあったじゃないの。もう無理これ。もう3着ぐらいだよね、狙えて。いいよ。あー、もうダメだ。あー、ポジション悪くないんだけどな。ちょっとやっぱこうなっちゃうと。相手が悪いね。突き抜けるかなと思ったんだけどな。これ難しいよね。あ、全然無理。全然難しい。
いやー、まあ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 、ここはあれだね、投資金額を抑えたっていうのが不幸中の幸いですよ。前向きに捉えよう。はい、ということで早速追い込まれました的中ゼロのまま5本はちょっとやらせてもらいましたけど、これやばいね。どうしようかな、これ外れちゃったらまずね、まず2つ俺の中頭の中にあって、1つは1個シト君にどうやって謝ろうかなっていうのと、あとこの5万円ちょっといつ返さなくちゃいけないのかなっていう、まあここよね、まずは。ああダメだダメだ、外れた時のことを考えちゃダメ。うん、そうそう、ギャンブラーは常に勝った時のビジョンしか描いちゃダメだというふうにね、そうそうそう、これが大切だから、もう気持ちで当てるバイブスだから。はい、で一応、私もう中村選手ですね、5の中村選手、まあおそらくねフライング一本持ちっていうところでちょっとオッズが高めだったんですけど、まあモーターも悪くない、腕もいい、まあね、そのところでちょっともう高めを狙いましたよ。当たれば、チャラプラスなるかな、まあそれぐらいになるはずの目です。さあ行ってみましょう。いやー微妙だな、4当たもねえな、これ5あるんじゃない、そこ。いや悪くないよ、悪くない悪くない、中村選手悪くない、そうグイッとグイッと出して、2が邪魔だって、2が邪魔しちゃダメなんだって、そこダメ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 、そうグイッとグイッグうまいよー土屋選手がうまい。いやーこれちょっと分が悪いかな、なんとかなんない？そう。いや、悪くない、悪くない。結構頑張ってる、イチゴ。これ当たればね、そこそこ返ってくるはずなのよ、確か。私のオッズが最終オッズを覚えてる限りは。そう、先回しでも、もう先回り、先回り。もうガンガン行こう。そう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 、いいよいいよ。中村選手、悪くない、悪くない。もうガンガン行きましょう。そう。気持ちが大切。そうそうそう。いやーこれも早く楽にしてほしいな土屋選手やめてぐいじー一本上手。いやーこれ厳しいかな、なんか3も邪魔してきそうだし、どうする、どうすんの、あ先回りする、悪くない、悪くないよ。え？どう？どう？ Come on! Come on! 5! 中村さん！どうだい？気持ち的には当たった。いやー、どうだろう？え、どう？どうなの？あー気持ちいい、1500円かけてた、6150円、疲れた。今日はちょっと一回終わりにします。もう結構いい感じに汁は出ました。はい、江戸くんお疲れ様で、あの貸した5万どうなったかい？プラス1万になったと。うんうん、いつもならバイプッシュするけど、今回怖くなったから即やめしたと。バッカモーン、わしが求めてるのは前回のような爆撃じゃ。さらにこの6万を持って手に利益を上げてこい。最後までご視聴ありがとうございました。
もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。